昨日、愛知県岡崎市にある市民会館。千葉から横浜から来ました。東京から茨城県です。四国の愛媛から来ました。全国各地から訪れた人たちの目的は、この日は岡崎将棋祭りが開催され、6年ぶりに藤井聡太六冠が参加していました。岡崎将棋祭りに子供の頃にも結構大会の方にも、はい、参加していまして、そちらの方も、はい、懐かしく、はい、覚えています。藤井六冠がこのイベントに最後に出演したのは2017年、当時はまだ中学3年生でした。まあ、好きな科目は数学です。まあ、やっぱり答えがはっきり出るので、はいはい。でまあ、嫌いな科目なんですけど、これは美術です。全く湧かないというのが、はい、その理由ですね、はいはい。しかしそれ以降は多忙のため出演できず、今回は例年ゴールデンウィーク頃に開催しているイベントを藤井六冠の対局と重ならないよう4月開催にしてのオファーがあり、出演できることに。そうですね、結構割とそうです、まあ、昨年の夏頃からそうです、今年にかけては結構対局がそうです多かったんですけど、月に多分10局ぐらい指したと思うんですけど、いやその時が一番きつかったので、いやその経験があって、はい、なんというか、まあ、このぐらいなら大丈夫かなという気分で、はい、やっています。多忙を極める藤井六冠を追いかけ、ファンは全国各地を飛び回ります。藤井先生と一緒になんか日本中回ってるような感じです。藤井さんのこの多忙さを一番肌で実感。そうですね、大変だと思います。ちょっと体壊しました、それ。追っかけファンが体調を崩すほどの忙しさ。藤井六冠の人気で女性の将棋ファンが増えているそう。座席数900に対してチケットの応募総数はおよそ2倍の1866でした。女性ファン、ね、が増えてきたっていうのは実感しますですね。そうですが、自分はあまり、なんというか、まあ、昔のことはよく、はい、直接知っているわけではないんですけど、そうですが、本当に最近、すごくやっぱりイベントなどで、本当に幅広いこう方に、やっぱりこう、なんというか、来ていただいているなというのは、本当に感じますし、はい、すごく嬉しく、はい、思います。公開対局では、佐々木勇気八段の積極的な攻めを受けるも、形勢を逆転した藤井六冠が83手で勝利。そして5日からは七冠をかけ渡辺明名人に挑戦します。スパ名人っていうのは本当にすごくその歴史のあるタイトル、まあ、その舞台にふさわしい将棋が指せるように、はい、頑張りたいと思っています。